それでは7月です。7月といえばね、私特に楽しみなことってあんまないんだけど、まあ強いて言うと、まあ、しんちゃんの夏休みっていうゲームが発売するんだよね。これなんか他にもいろんなシリーズできそうじゃない？ドラえもんの冬休み、サザエさんの秋休み、まる子ちゃんの春休み、孫悟空の年中休みみたいな、そういう何でもできそうだよね。ちょっと今日はね、なんか YouTube の真面目な話しようかなと思って、あんまりね、私の真面目トークなので、あ、そう、ちょっと話変わるんだけど、真面目で思い出したんだけど、前サッカーでね、一番大事なことは何かみたいな CM あったんだよね。なんだと思います？そう、サッカーの CM で、うえぇ、サッカーの CM で言ってたのが、パスか、いや違うんだ。ドリブルか、いや違うんだ。チームワークか、いや違うんだ。決心だって、稲妻イレブンの CM でやってた。うわ、あいつ私に羽生譲るしてきやがった。うわ、1位を譲るっていう、加藤隆いった。なんで私こんなやられないといけないの。あ、そう、 YouTube においての真面目な話しようと思って、やっぱね、 YouTube においてすごい専門的な話になってくるんですけど、何が大事かっていうと、何かをジェメコラこれアイテム2個取れます。何かを継続的に出した方がいいんだよね。まあ昔だと私パズドラを継続的に出してたんだけど、まあ最近だとあんま出してないから、なんかやろうかなと思って、あんま最近やりたいゲームがないんだよね、継続的に。うわー、これどうしよう。こんな赤コーラ豊富、お、見て、藤井聡太だって。あー、藤井聡太ガチだって。本当に藤井聡太方に、これキノコ取ります。しゃボケタコ。いや、これ私思うんだけどね、芸能人の友達一人いればいいよね。例えばもう石原さとみさんと私友達になったら、もう364日全部石原さとみさんのサムネにするもんね。本人公認のサムネで、無断転載じゃないからね。それ強みだよね、石原さとみスペシャルとか、石原さとみがヤバすぎたみたい。これアイテム2個取ります。さあ来ました私。いや、キラー早く、この戻ったのマジ上手くない。早く早くって、早く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 押せ。で、オッケー、頼む、ゴールまで行って、頼む頼む頼む。ガハチ、あー、藤井聡太、藤井聡太。うわー、本人だ、絶対本人だ。やるじゃねえか。うわ、藤井聡太さんのサムネ使いたいけど、そう、こういう時に使えないんだよね。みんな見て、左、衆親衛隊。私のことのファンのことかもしれない人に出会ったね。この人ね、いや、私のこと好きなんだよね。どれぐらい好きかっていうと、見ててね、最初イチャイチャするぐらい好きなんだよ。ちょ、見てね、出身得体必ず止まるから。はは、君、おい、おい、こいつ出身得体だね。うわ、私こういう人好きよ。頑張ろうぜ、出身得体。一緒に1位取ろうね。あ、これアイテム2個取ろうね。さあ、出身得体と私、一緒に行きます。これ、ワン、ツー、フィニッシュ決めたいね。一緒にやるからには、頑張っていきたい。よし、死ね、ボケ。オッケー、よっしゃ、さあ、来てます、私。親衛隊にも容赦はないから、チキ。1位こそ全てだよ。親衛隊こそ全てじゃないからね。オッケー。さあ、蹴散らしている。でもあの人、レート高いんだよね。レート高いからあの人の心配しなくてオッケー。うわ、無限銀女バージョンもいる。すごいじゃん、この部屋。無限銀女バージョンもいるし、親衛隊、来た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 。さあ、じゃあ、アイテムいいこと、バカってめ。頼む。ゴールまで行って。ゴールまで行って。まあまあまあ伸びた、伸びるね。これみんな3位だけど来るから、終身入れたい。あの人何戦かしてるんだけど、あの人の実力はこんなもんじゃない。絶対来る。お、いるいるいる。なんでもういるの、なんでもういるの。シュ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 、なんで私キラー使って、待って、終身入れたい。なんでもう先行ってんの。やっぱ強いな、あの人。うわ、なんかむっつりの私入ってきたんだけど、
いやーすごい青髪回ってきね、青髪の人見たね歩いてたら、ですごい似合ってた。いや私も髪青くしようかな。あうんそうだね、青髪ってなんかいいよね。さあ今日これやって終わろうかなと思います。むっつりの私に勝って終わるね。いや最近なんかねあれ欲しいなと思って、なんか物とかじゃなくて趣味が欲しいなと思って、なんか私あんましこれ動画で見ました、これショートカットできるらしいね。なんか趣味ないかな。昔だとねなんか遊戯王とかもやってた時代があったんだけど、遊戯王超楽しいよね。今私趣味ないな。なんかボランティアとかしようかな。私趣味ボランティアって好感度高くない？休みの日は何されてるんですかって言って、草むしりです家のみたいな、そういう。いや私もなんかみんななんか趣味コメントに書いてなんか参考にしたい。あこれみんなの趣味なんだみたいな、ちょお願い。うわ私の今年最初のお願い、まあ最後が今後やーばあるかもしんないけど、お願い。うわーつ1位誰？6つ目の私の名前はサみたいな名前だったね。私昨日ねツイッターにねなんか酔い止めの画像をあげたんだよね。酔い止めわっはっはみたいな画像をあげて、結構何個か買って、あこれで週見晴れしないんですかみたいなことをなんかツイッターで1件ぐらいリプったんだけど、私ね結構ねその写真集とかツイートするときはそのツイートその当日にツイートする日、写真集買った日はなんかねまず店員さん選びをするんだよね。まず一番気をつけなきゃいけないのが、私の年齢層で一番多いのが18歳から24歳、だから大学生だから男女比率で言うと男の方が圧倒的に多いんだよ。なんで男つまり大学生は避けるわけですよ。私ここ大学生は避けるわけですよ。私で次に男の人を避けるのだから、一番レジで選ぶのがおばちゃんね。おばちゃんなら、まあ私は写真集買って当日ツイートしてもバレないであろうっていうおばちゃんアタック、で次おばちゃんがレジにいなかったらもうおじさんアタックで、おばちゃんもおじさんもいなかったらまあお姉さんアタックで、多分一番視聴率多いであろう男の大学生はもう買わないねもう写真集買わない。だってその男の人がもしかしたらなんか私の声で、あ今日写真集買ってしゅちょばいちょ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 いやった、うおバイバイ。